はい、皆さんこんばんは。さあ、今回はですね、以前遊びました赤マントのメーカーさんですね、の赤マントと同じシステムの最新作雪女というゲームを遊んでいこうと思います。発売が来年の頭だったので、発売を楽しみにしてたんですけども、コメントで、もう遊べますよというコメントをいただきまして、どういうことと思ったらベータで、もうすでに出てるみたいで、早速ベータ版遊んでいこうと思いますね。発売日は1月の2日だか3日って書いてあったんですけども、これもメーカーさんの資金っていうか、そのパトロンというかね、に支援すると早めにこうキーがもらえるみたいで、それで早くゲームが遊べるそうです。ということで早速、今課金してきたんですけども、この道で合ってるはず。そうだ、ここで間違いない。あの子たちを救うんだと。うん、あの子たちってことはなんか人質に捉えてるのかね。というわけで早速やっていきましょう。おお、なんかまあその赤マントをね、昨日のあの2019年遊んだ動画の中で、まあ、とても個人的にも楽しかったということで紹介させてもらったんですけども、まさにあれと同じシステムらしいんですね。アイテムを集めて脱出ということで、またどんな恐怖が待ってるのか楽しみですよね。こちらのメーカーさんのね、あのゲームってこのあれなんですよね、そのこう見事に日本の和風に風にこうアレンジされていて、で日本の都市伝説ですね、まあ、妖怪もそうですけども綺麗に融合されているので、今回の雪女楽しみですね。こっちにもこっちにもあるのか、こっちか。はい、じゃあ入ってみましょう。早速入っていきましょう。まあ、あの子たちを助けるとか言って、おっ、始まった。暗、入る。ほう、壺に入れるわけだね。何かありますよ。氷のかけら、なんだか初めてお会いした時を思い出します。あなたが雪の中で倒れていたのを見つけた時は心臓が止まるかと思うほどびっくりしましたものです。あなたが目覚めて一番最初の言葉が佐藤さんはだったのがとても印象的でした。自分のことより人のことを先に心配するあなたの思いあふれる言葉が心に残っております。佐藤さんのことは残念でなりませんが、あなたが無事で本当に良かったと思うばかりです。佐藤さんは亡くなってしまったんですね。閉じるとまた読むことできません。はいはい、犬鳴きトンネルと一緒ですね。あの時も閉じたら見えなかった。これ階段じゃ、階段ではないのねこれで、こういうところは開かないいいですね。結構暗いですね。ちょっと待って、オプション、コントロール、明るさ、明るさはいいとして、グラフィックはこれまた入れたり入れなくてもいい、これ入れた方がでもいいんだよな。なんかあれですね、 UI が綺麗ですねで、開けらんないのか。さあ入っていきましょう。ん、おお、凍りついた。もう逃げることができないと。なんかゼロみたいな雰囲気ですね。え、家の中に室外機がある引き出しだ。斬新ですね。家の中に室外機があるのか。開かないのか。これも開かないのね。ドアだ。いや、これ手伸ばせば内側からロック外せね。格子になっとるやん。いけないのか。走る。どっちから行こうかな。まあでも周りから埋めてった方がいいでしょう。こういうとこ開かない。襖は開かないんだね。なんか陰ろう感があるんで開きそうな感じするけど開かないんだね。うん、開かないね家の中に室外機ってどういうことやねんな。うん、こっち行ってみっか。すま、壺があるな。これは開かないのか。襖は開くけど開かない感じ。
強く、ん？強く押さえている。おっと、なんかいるぞ。お？なんかいるぞ。気持ち悪い。急に人がいる。バンダナ巻いてますね。ねえねえ、そこの君、俺眠りから覚めたらここにいたんだ。でも怖すぎて出れねえんだよ。だから朝が来るまで待つことにしている。それで暇つぶしにあれを持ってきてくれねえか。ゲーム機はあるんだが、ディスクだけどっかに落としたみたいだ。見つけたら持ってきてくれないか。何の音？ディスクを持ってきてくれ。俺そこ閉めたっけ。今ゲームはダウンロードの時代だぜ。あ、閉まった音が。これ自動ドアなのか。また今回も敵が来る場合はあれなのかな。文字が出た。やべやべ。ちょっと どこに行ければいい。鍵や。やちょっと、スタミナが持たない。ちょっとどこに逃げればいいんだよこれ。あーだっ、これ逃げる場所ねえぞ。スタミナが切れちゃう。ここだ、ここだ。いやー、いきなり襲われたな。やべやべやべ、ちょっと待って。音うるさ。今はね、何が起こったか分かんないかもしれないですけど、私の中でも必死に逃げ回ってですね、一回壺に入ったんだけど、出されましたね。なんか途中で鍵みたいなの見かけたけど、ちょっと待ってくれ。ノーモーションで来た？ここどこだっけ？今超走り回ったからよく分かんねえ。あ、黄色くなってる。ヘルスが。火の音がする。ガソリンの匂いがする。あ、かまど炭治郎、あったかい、火がついてるな。お元気ですか。いや、そうでもないですね。寒い冬がやってきましたね。この辺りでは最近毎日雪が降っています。もう膝あたりまで積もってしまっています。あなたが前私のことを雪のように強いと言っていたことを思い出します。早く会いたいです。もう先ほど会いました。火を使ってる。氷吹いてたよね、今の人。でもね、なんかあったか。ここには何もないか。ガソリンがあるってことは、ガソリン、これは錆びついた鍵、錆を取る。錆びついた古い鍵。錆がつきすぎて取らなきゃ使えない。なるほど。どっかで錆を取らなきゃいけないのか。2階もあるね。全然探索できてねえからな。ちょっと待って、どっち行こうかな。もう結構ダメージ受けちゃったな。こっちは？あ、こっち外だ。いた。バールか釘抜きかだね。なんだこの配線。ここは？いやー、もうちょっとね、家の中の配置はわけわかめだな。これは？なんかあった。
王将餃子が将棋の駒知ってます。これはなんだ、これあ入った。ほうない、あなたのような方が私を好いてくださったなんて夢のようです。あなたと一緒になれる日が待ち遠しくてお花をたくさん摘んでしまいました。ん、トイレに行ったのかな。いつもと同じ、小鳥のさえずりでさえ私のために歌ってくれてるように感じます。幸せなやつですね。あなたのご両親にお会いするのが楽しみです。良い格好をしてご両親に認めてもらうように努めようと思います。うん、待ってくれ。たまに震えんのは、たまにブルブルって震えんのはこれって敵が近いってことか、霊気を感じ取ってるってことかな。赤マウントで言うような赤文字かっていうか、これ行き止まりじゃん。ぽいな、ぽいな。どうする、こっち一本道だな。そうっぽいね。上にも行けるね。室外機の音か。多分ブルブル震えるのはやっぱり宇宙裏側、手伸ばせっちゅうに。震えるってことは多分近くにいるってことだな。お風呂か。なんだこれは。チェーンソータンクが少し小さく見える。一度、多分一度きりしかない。なるほど、一回使えれば大丈夫。首を切り落としておしまいだ。さっきの木のあれはどうだ、木の板のところ。さっきの木の板を切り落とすっていうのはどうだ。ここにあるね、置いとこう。違うかな。オッケーだな。音でかい、音でかい。カチャ。出ちゃって良いものなの？まだ行きたいとこあるんだけど、なんでここ、こんな室内でもすごいゴーゴー。ここ室内なのに風が吹き荒れてる。何かないかな。これ階段になってるのか。糸、燃料、さっきガソリンあったよね。おお、あったかそう。やべえです。ほうね、いましたね、雪女が外に。非常にいいシチュエーションで言いましたね。これガソリンさ、さっきあったよね、向こうにね。あれどこだっけ、こっち側にいそう、追ってきてそうだから嫌だな、行くのは。ちょっと待ってね、マップを覚えなきゃ。まず合ってるね、よし、分かってきたよ。飲んだね。ちょっと待ってね、これで一旦分かんなくならないうちに、チェーンソー多分すぐには使わないだろうから、一旦ここのガソリンのところに置いといて。アイテム4つ持てんのね、ありがてえ。前回ライター1枠で結構きつかったかな。2回回るし、これちょっと広いな。これを賞金どころか。とりあえず一旦下がろう。来てんな、一旦下がろう。これは
金属。これはドライバーっぽいな。南京錠。鍵か。錆びついて使えないよね。ですよね。どっかで錆を取らないと。チェーンソーでは突破できないようになってるわけだ。なるほどなるほど。これ入り口かな。よし。まあ、ちょっと今回は多分最初なので、多分クリアはできないと思います。もちろんね。頑張りはますけども。来てる、来てる、来てる。難しいな。向こう側にちょっと行けないな。2階に行っちゃうか、じゃあ。ただ赤マウントと一緒で、先回りすると思うんだよ。急に外にいたじゃん。だから、あんまり距離を空けても結局前に出てくるとは思う。暗いな、おい。黄色いれば、黄色いれば、ここにまた、開かないやつか。一本道かな？一本道。あ、ここも通れない。2階はちょっと何かをしないと通れないっぽいな。降りて大丈夫か？降りて大丈夫かな、これ。確かに2階あったな。はいはい。こっち来てんだけど。こっち来てんだけどな。で、こっちが風呂か。で、こっちは壺あるね。あ、なんかだ。さあ、やった、来た。ちょっと待って。これを、これを置いて、これを置いて、オッケー。錆び取ったよ。ここ隠れられるな。あ、ここ外？外だな。開かない。パチ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 。今目があったけど大丈夫なのか。一応許してもらえたらしい。時間かかるな、おい。これは食料庫みたいだな。紙で覆われてる。火かなんかがつかないとダメかもしれないな。燃やさないと。壺、隠れる場所。レバーがない。あー、レバーか。黄色いレバー押せばしないのか、まだ。うん、押せないね。ヒューズがない、レバーがない。いろいろないね。ないない尽くしだ。まあ、ここと、そこのレバーとヒューズかな。か、この鍵まだ使えんのか？まあ、ちょっと2階だな。2階の先と、外だね。2箇所外があった。外の探索してみよう。外の探索。すごい。さっき見えたけど、え？空腹なヤギ。何か食わせてやればいいのか。で、ここは？すら、え？急にモンスター要素。いや、モンスターとは限らないけど。ようやく結納が、結納って読むのかな？ほっとしています。あなたのご両親も本当に良い人たちで、え？良い方々で、方たちで、これからも仲良くやっていけそうです。結婚式が近くなっていくにつれ、あなたの家に入る日までの日数を指折り数えている毎日です。結婚式にお呼びする、方々にも、当日は楽しんでいただけたらいいですね。これからもあなた様だけを
押したい、押したい、押したいしております。押し、はい。もう結婚が決まってたんですね。はいはい、出る。さっき普通に外にいたよな。建物自体はそこしかないかな。その家狭い。なんでところ、はあ、あ、死ぬ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 。スライムは敵か。雲的ポジション、赤マント的な雲。ドリル、電池入れのドリル、シャベル、何かを掘り起こすものとドリルか。ドリルは電気を入れればあれか、ドライバーの代わりになるわけだ。どっかで電池を手に入れればいいのかな。シャベルは多分掘り起こすんだろうけど、掘り起こす場所はここになければ向こう側かね。じゃあもうちょっと中入ろうか。やべ、いるいるいる。あー、スライム、しまった。いや、くそ。ここに来て連携攻撃。ここに来て連携攻撃ですよ、スライムの。やりますね、スライムやりますね。スケベな存在のくせに。スライムイコールスケベな存在のくせに。そしたらこれは多分何かを釣るものだから、からどっかの下にあるもんでしょ。で鍵はもう一回さっき使ったからまだ使うのかな。ちょっとアイテムに余裕がないから一回鍵はここに置いとこうか。足元見てないとこうなるのか。まあ今のうちに潰しとくのもありだな。急にスライムが設置されるようになったな。クモの巣も増えてない？おそらく外で、シャベルは外で使うもんだろうから、足元見てないといけないのか。あ、来てるわ。いやー、あっち来てーなー、あっち行きてえなあ。ある程度まで行けば多分うまくかわせるんじゃねえかなと思うんだけど、なんか赤マントさんの直接攻撃よりもなんか口からなんかビームみたいな息吹きかけてきてたから遠距離攻撃なのか、あいつ。雪女さん、今揺れたな。何これ、何これ、これ何これ、これなんだこれ。あ、温泉、泉温。あー、デンジャーですけど俺。俺死にますね、もう。お湯、あ、お湯をこれで汲めるわけですね。で、何かを溶かすということか。何かを溶かせるのか。まあ氷を溶かすのが普通。また市松人形がある。ここすごいね、ここいいところですね。なんだろう、犬鳴トンネルではあまり意味がなかったよね、あの人形は。凍ってるとこなんてあったっけ。髪の毛は違うし、俺何か掘り起こすのかなと思ったんだけど、掘り起こすものはなさそうだよね。ちょっと待って、よく見えねえな。
釣り上げる場所もなさそうだし、吹雪いてるからな、ま、なかなか見にくいね。これは何なの？洋服かな？ただこれは取れないね。凍ってるもの、掘り起こすもの、死にますねこれ来たら。次見つかったら死ぬな。普通に歩いてんだな。普通に歩いてたな。お湯を入れるとかじゃないよね。違うか。板、あ、板がある。これをもう一回チェーンソーでブオーンすれば面白そうだね。板っていう表記が出るってことはチェーンソーが使えるか。なんか変な音するよね。お湯を沸かす。ちょっとねまだ大雑把な探索なので分かんないことが多いけど、掘り起こすのかもしんねえから、何置いとこうかな。一旦お湯置いとくか。お湯置いて、お湯置いちゃっていいのかなっていう。あるいはここにお湯入れるとか。いや温泉にする必要ねえか。温泉にする必要ねえもんな。これね、なんかオチが見えるな。これ行く前に俺死にそう。行く前に死んで今回はここまでみたいな感じの流れになりそうだな。なんかラジオみたいな音がするんだよな。これで喋るか。トラップドア？え？え？トラップドア？どういうこと？トラップドア。あ、やばい。やばい。やばい。大丈夫か。やばいな。やばいな、これ。普通に徘徊してんのか。向こう行ってくんねえかな。トラップドアってなんだ。うわー、寒いな。近くにいる。震えが止まらないということは多分近くにいる。行ったかな。このフラグ、スライム置いてたぞ。トラップドアってなんだ。わかんねえな。温泉もいまいちわかんなかったしな。ゲーム機もなかったし、ゲーム機なかったよね。トラップ、まあ いや、ちょっともう一回スコップか。スコップ？開かないよね。レバーでもないし。これなんだろうな。ダメだ、わかんねえな。トラップドアとは何なんだろう。あとはできそうなことは、この配線もなんだこれ。あ、やっぱ電気を通わせなきゃダメかね。ここに配線がつながっている。でもヒューズがないんだよね。ヒューズがないんだよな。
どこに繋がってんだ？あ、やっぱりヒューズのとこに繋がってんのか。なるほど。どっかでやっぱ電気を手に入れなきゃダメだな。髪の毛で覆われている。チェーンソーは関係ないだろうな。じゃ、スコップの使い道と、糸の使い道が分かんないと、先へ進めそうもねえな。スコップどこだろうかな。スコップ、スコップ。スコップ、スコップ。やっぱ外だと思うんだけどね。こっちじゃ、そっちにいるな。そっちにいるな。襖を開ける音だね、多分あれ。襖を開ける音が聞こえる。2階にも何もなかったと思う。で、お湯か、お湯か。まあ、ガソリンはとりあえずこれでよしとして。燃料を入れてと。で、ドロップ。多分お湯を使う場所と、あ、これもあったな。お湯を使う場所、スコップを使う場所。お湯、お湯。凍ってる場所。外っぽいな。凍ってるといえば外。外といえば凍っている。だから外かな。外でお湯を使う場所。この中の探索。また人形だ。あなたと初めて過ごす冬ですね。結婚式も無事終わり、起きたらあなたが隣で寝ている幸せをかみしめています。今年の冬も寒いけれど、あなたがいるおかげで心は暖かくなっております。あなたといるといつもより寒い冬でも乗り越えられそうです。うん、狭いお家ですね。これが住宅なのか。住居っていうか。あ、まだこれ行ってなかった。そういえば上行ってなかったね。この家に住んでたのかな。これは、あ、ヒューズあった。ちょっと待ってくれ。あ、リアルだな、服が。青い南京錠。寒いとこに、この子を助けに来たのか。